もう僕はテンションだだ下がりしておりますけれども、早速行きたい、いいなと思います。はい、お願いします。はい、お願いします。あのさっきのそうそうなんですね。おじさんの頭貫通してるっていう、ちょっと失敗してますね。見たんですよ。音楽音のツイッターで上がってたんで、拡大して、ちゃんと見たんですけど、大石さんの後ろ側を通って、僕の、なんていうんですかね、まあ分かりやすいけど、左の金玉突き抜けて前に出てるんですよ。僕、パイプカットされてるんですよ、あの例に。あれさ、たまんないっすね。あれ、要はさ、あの氷を上げて、よくよく見てみると、僕ヘッドショットされたんじゃなくて、僕の後ろを通って、純ちゃんの股間を貫通してたと思う。そうなんですよ。おそらく女性の例ですけど。いや、めちゃんと見たら、大石さんの前通ってないんですよ。そうなの。後ろ通ってるんですよ。で、俺ら平行に並んでたじゃないですか。そんな風に動かないですよね。そうなんだ。びっくりしましたね。だから、ねえ、この先、また何が起こるかわからないですけども、最後のスポットですから、さぞかしいなんでしょうね。ちょっと、身の毛がよだつ感じで、しますよね。このままお祓いとか全くせずに帰る。ちょっとそれ怖いっすよね。僕、あの例で左の金玉打ち抜かれてるんですけど、ちょっと後で二人っきりちょっとカトルさんに見てもらおうかな。僕もカトルさんにちょっとヘッドショットの後見てもらおうかな。頭がそうですね。ちょっとあれかもしれない。